たちの楽しみ、イエイ、マイライフスタイル。そしてゆっくりゆっくり時は過ぎていきます。今日ね、なんか司会ムーミンさんと2人だって私聞いてたんですよ。だけどいつの間にかお願いお願いっていう言葉に乗せられてそのまま流れていってるというね、息継ぎをいつすればいいのかもわからなくなるという。それでもね、ムーミンさん上がってこないですよ。私は今一生懸命こうこれ引っ張ってます、引っ張ってます、引っ張ってます。まだまだ、もうちょっと喋って。じゃあそうですね、何を喋ろうかな。じゃあ普段私のやってる遊びを今ここでちょっとやりますね。この仲間内といつもこうギターの音チェックする音、耳に響けばマイクチェックチェック、ワン、ツー、回り出すしたローリングストーン、まるで転がる石のよう、いえ、ちくまの川、生まれる里、ふるさとはその湧く清水のもと、いえ、あたしのじいちゃんやその上のじいちゃんはまたぎで鉄砲撃って熊を食ってた、目の前でかっさばかれる熊の腹、そんな感覚を幼少期得た、その中で見つけた答えはなんだ、答えなんかそこには転がってないわ、なんて言いながらわきめき散らし、こうやって散らし寿司いつだって作り、重箱の隅つつくみたいな音にはまるで耳を貸さないでいたい、Yeah, it's freestyle。 こんな感じでまあ私たちはマイクを使って遊んでるっていう、 MC はこういう遊びができるっていう、これはねもう完全にアナログ、皆さんのやってることと同じ。後ろに進化するわ、よーし、 Yeah, ボーカルギターヨーピン、これから始まるセッション、ボーカル&ドラムソルティ。いや、俺ボーカルじゃねえ、コーラス、コーラス、ごめんなさい、ここに書いてある通り読んだらボーカルの公式に直しコーラス&ドラム、そう、シノコね、ソルティ、シノコね、見逃してよ、見逃してくださいよ、大丈夫よ、テキーラおごりますからお願いしますよ、そっからそっからそっから、いや、一人だけ漢字で横文字ベーカルフェイス、ノリからなるお祭りトリオ、気持ちいいところで気持ちいいこと、そいつを気持ちよくなるまでをモットーに各地で活動中、送り届けるわモグラ、こいつらはヨーシャンズカムン、だからその名も秋なのね、どこまでも高い空吸い込まれてしまいそうだ、秋なのね不思議だな、とっても涼しくてさ、なぜなんだろう、全く力が抜けちゃう、なぜなんだろう、こんなにため息だね、わけもなく不思議だな。
してないよ。このままさずっと、もしかしたらすぐに年寄りかも。風船を飛ばそうみたいな、そんな歌で風船というのをやります。
見つめるこの星のどこ
ありがとうございます。風船という曲でした。あ、すいません、誰かカポ持ってないですか。出た。出た、またや。カポ。すいません。この親父にカポ貸してやってくださいませ。そうだね。今日この曲やるんだったね。まあいいや。ヨーシャンズ、7枚目の CDR というのが、この年の1、2月で録音して3月にスーッとこう影のような形で出しておりますが、まあでもいまだにレコ発ライブを続けております。まあそんな感じで1年ぐらいはいいよね。ほんでね、ヨーシャンズ7枚目なんで、そのまんま、まんまなんですけれども、ヨーシャンズ成分っていうことで、なんとなくジャケットを見ると、僕らの生まれた、すいません、僕今51歳なんですけれども、僕らの生まれてちょっとした時代の、ウルトラ円谷関係ですね、その辺の、オープニングとか、エンディングとかをこうちょっと彷彿させるような、そんなちょっとうがうがしたような、ウギウギしたようなジャケットになっておりますけれども、まあその CDR 今絶賛発売中でございます。それで今先ほどの風船という歌、その CDR の鳥を飾っておりますけれども、ちょっと昨日僕今セーターやられてて、声が出なかったんですけども、今日もちょっと出るかどうか微妙なところで、なんとなく出てるんで、その CDR の3曲目に入ってる騎士、鬼の市と書いて騎士という曲なんですけれども、なんとなんと私がボーカルを取っております。本当はね、その前のおっさんに歌わしておくと一番かっこいいんですけども、まあ、たまにはいいんじゃねえの、僕が歌っております。皆さん同じぐらいの世代の人たちは諸星大二郎という作家、漫画家は知ってると思うかもしれませんけれども、拍手が来ましたね、ありがとうございます。その諸星大二郎の中国シリーズっていうのがあるんですね。その中の第4巻、良妻C という、良妻 C だと本当に良妻 T というシリーズの4巻目のタイトルが、なんとこの鬼の市と書いて騎士。まあ騎士というのはどういうことかと言いますと、真夜中にですね、人じゃないものが、お店を出して、非常に怪しい市場を建てるわけですね。今から歌う歌はそんな、その鬼の市の雰囲気でも、鬼の市の中にいるのは鬼じゃなくて未来の俺たちなんじゃねえのって、そういう嫌な歌です。聴いてください、騎士。Oh.
ソルティというか、ヨーシャンズ、今月今日川切りに割と長野バイオリ長野バイオリ長野日和で、長野ついてるついてるね、来週の週末も長野にいます。3日の土曜日が飯田という、どうやらなんか、あ、そこにいる人なんかあの群馬ここよりここ長野飯田の方が遠いらしいんですけど、飯田に行きます。そしてその翌日の4日は、なんだっけ、ここからすぐ上田、違う違う、小諸だよ、小諸だ、小諸のね、ガールフっていうお店、3日が飯田の玉、
4日が小諸のガルフ、僕たち、埼玉群馬の埼玉群馬&そっからあと東海っていうんだっけ、ここら辺東海の人があそこにいるんですけども、あの方も一緒に、プチツアーします。タイトルが悪いお友達と行く悪くない音楽ツアーという曲、あ、曲じゃねえ、そういうあのタイトルで、2日間回りますので、ここら辺の方はぜひ小諸のガルフ、夕方何時からだっけ、こんちゃん、ほら聞いてねえよ。多分6時半とか7時ぐらいからだと思います。ぜひ、今日ね興味を持たれた方、小諸のガルフの方に足をお運びいただけると幸いです。なんだっけタイトル、悪いお友達と行く悪くない音楽機構、そんな、そんな悪そうな曲を真ん中V。Ooh.
ション いがつはいつも真ん中だ チュンチュンピアピアゴーゴーゴー いがつはいつも真ん中だ ラーメンナムナムかしこみかしこみ いがつはいつも真ん中だ ザワワザワワザワワ いがつはいつも真ん中だ ザワワザワワザワワ いがつはいつも真ん中だ なんて言うでしょう。ハハします。あの次の曲はラッパ吹きの歌っていうのをやるんですけども、やるんですけどっていうかやりたいんですけど、あの、なんていうかね、こう容赦なく3人しかいなくてこれだけ体力消耗してるので、皆さんにイントロのメロディーを託します。ラッパ吹きの歌というだけあってラッパです。あの皆さんがうちのバンドのブラスセクションになっていただくという。そういう手はずになっております。こんなメロディーなのでケイトとかケッちゃんとか本物出していいんだよ。覚えて参加してください。こんなメロディーです。パーンパパ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 ーンパパパーンますよ。誰の口が動いてないか。もう一回ぐらいあれかね。パパ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 パおーすげえ、すげえじゃん、歌ってんじゃん、すげえじゃん、かっけー、あ、すごい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 、そんな調子でラッパ好きの歌
でも手拍子ならできる、手拍子ならできる、手拍子ならできる、手拍子ならできる。おすごいね。手拍子ならできる。携帯をいじってる方、手拍子ならできる。以外は手拍子ならできる。フェーダーをいじってる、手拍子ならできる。以外は手拍子ならできる。ほとんど手拍子ならできる。桜井は手拍子ならできる。進化、これ手拍子ならできる。コラボ、手拍子ならできる。いわゆる一体になっております。手拍子ならできる。素晴らしいです。手拍子ならできる。そうだ、こんな時代でもみんなそうしていくんだよね。叫びたい、叫びたい、でも歌うことはできる。時代でもみんなそうしていくんだよね。だって生きていこう、ゆらり生きていく。楽しくなっていいな。心で感じてるよね。 All right? そうです。この曲はディスコです。フッフッ、そうです。この芝生のここは、ここなんだっけ、ミレニアムなんとかなんだっけ、なんとか公園、イオン前広場、わかんないけど、進化のこの場所は、進化は今からディスコティックに早変わりだ。青空ディスコ、ちょっとだけ見えてるよ。みんなの、みんなの、みんなのフィーバーで雲を飛ばしちゃおう。そしてディスコなので、あなたの、あなたの、あなたの心のミラーボールに今火を灯してくれ。見える、キラキラしてる。 OK、 OK、そんな調子で。そしてもうこんな説教臭い親父の酔っ払いの歌は聴きたくないという皆さんに朗報です。後ろバンドのこう言ってノーペースのノリが歌います。そして曲はあの70年代後半のあの一大ディスコブームのあの名曲、あの歌姫のあのグレートなグレートな曲、ホットスタッフ、ドナサマーのホットスタッフ。ここは分かんなくてもウォー言っとくとこですから、ウォー言っとくとこですから。分かりました。あの名曲、ホットスタッフ、ホットスタッフ、ホットスタッフにそっくりなヨーシャンズのれっきとしたオリジナル、その名もホットスタイッス。クイズをお届けしたいと思います。おや、好きなようにみんなじゃんじゃん踊ってくれよな。そして雲を吹き払おうぜ。 All right, all right. One, two, I want to see stars.
Ah!